綺麗だね。綺麗だけどね。回収する。新しい年が始まり、大変なことが起きて心を落ち着かない日々が続きますが、ぜひこのスカイランタンに平和などの願いを込めて島柄の夜空にあげていただき、夜空を彩っていただいて、いい思い出作りになっていただけたらなと思います。取り上げていただきまして、本当に、300人を超えるような、のお話もございました通り、多くの皆様がお越しくださって、大成功もこれから挙げるところでございますけど、会長の岡林祐介さんは私の、中学校の同級生でございまして、同級生、素晴らしい天気になりましたに挙げてもらって、皆さんの願いが叶って、素晴らしい2024年なることを心より祈念いたしまして、想定を超える以上の多くの皆さんにお集まりいただきまして、本当に事務局の皆さん、また今回全部話しちゃいますね。